Don't stop the music いきなナンバー聞かせてもっと。ぶら下がってますね。来ました、バーチー。バーチー、ここどこですか。バーチーといえばトムキャットね、フラレ気分のロックのトムさんの、でも有名なね、バーチーです。千葉駅の前でこの、ね、かなりテンション高くなってるんですけど、このぶら下がってるモノレール、これすごいね。乗ったことないですけど、ね、それで僕は千葉初めて、バーチー初めてなんですけど、千葉市ね、そう千葉市。この間の大阪でストレスシップって占いに行った時にね、千葉のアンダンテってとこに行きなさいって占い言われたんですよ、ゲストさんにね。今日は早速このね、はい、千葉行きたんで、ちょっとモノレールも見れたし、早速行ってみたいと思います。来たね、バーチーね。ちょっとね、車止めて歩いてますけどね。なんかこのどの辺なんですかね。なんか来てるよ、なんかこれなんかすごくない、なんかこれじゃないの。これいいっすね、なんかね。これ多分この鮮魚と繋がってるんだよ、多分。鈴吉、鮮魚。このブルーと白で、はい、こっちがアンダンって書いてあるんですよ。書いてる。いや、いいっすね。このなんか、この交差点わかるかな、このこのなんかこう、ヒューマンスクランブル。はい。この人間交差点。そう、ヒューマンスクランブルに佇む。このなんか来たね、来ましたね、このアンダンテ。もうなんて言うんだろう、この店のなんか出てるね、グルーヴっていうか、なんかヒューマンスクランブルだな、やっぱな。じゃあアンダンテに行ってみたいと思います。これもいいね、これもなんかこれすごくない、これ。これ何の意味があるんだろう、これ。あ、これ音になるの、これ。すげえ。これだけやって今日は終わりにしちゃったら終わりちゃうね。どうも、はじめまして。はじめまして、ホルツァスタイルの、よろしくお願いします。兄貴と申します。斉藤と申します。よろしくお願いします。オーナーの斉藤さん。あ、斉藤です。もうこれリアルに始めまして、始めまして。で、アンダンテはの、お店のこう何年ぐらいやられてるとか、はい、なぜここかみたいな、ちょっとそういった成り立ち、はい、成り立ちみたいな話を、はい、この方が涼しいんですよね。そちらの方が涼しい。そちらここで話してもいいですか。じゃあ、 お店のちょっとご紹介っていうか、そういう、はいはい、話を、はい、どちらかですかね。まあ、年数で言って今12年目になりまして、12年目ここで、はい、こういうヴィンテージショップを始めて、はいはい、やりたいな。ヴィンテージショップをやるきっかけは、元からそういう洋服がお好きだったんですよ。まあ、そうですね、はい。まあ、洋服はすごく好きでしたね。でヴィンテージっていうのが特段好きだったわけじゃないんですけど。そうなんですね。結果いろんなこうミクシャーする形でこういう感じに。そうですね。本当に俺よりミーハーはいないんじゃないかっていうぐらい、何でも結構好きなんですね。本当ね。でも、なんだろう、ミリタリーとかちょっとヨーロッパ系なんですかね。千葉にはアメリカ古着のすごいいいお店があるので、自分はもうユーロとかヨーロッパで行こう、行った方が有意義というか、ね、存在意義があるなっていうので、はい。あと、そのすごく気になったんですけど、アンダンって言って、はい、その音楽用語でまさに散歩する、歩くようにみたいな。そうです、はい。そのアンダンテの意味っていうか、店名に込めた思いみたいな、なんかあるんですか。はい、ございます。結構ちゃんとやるんだなって思ったんですよ、今。まずテクノロジーとかがこう進化して、うん、置いてっちゃったものっていうのが絶対にこうもっとだから大事にしてきた、古き良きみたいな、はい、そうですね、はいはい、まさに、はい。でそれがやっぱこう走テクノロジーで進化にこう走っちゃったせいで見落としたものとか、うん、歩いてる速度じゃないとやっぱこう見えてこないものっていうのは絶対にあると思うので、まあ、それがこうちょっと古いものにこう当てがってというか、いわゆるもうだから散歩と、アニ散歩と同じですよね、はい、もう車とかで移動するんじゃなくて散歩することによってこう見えてくるものがあるとか、そういうことですね。だからそれなんかアンダンテってあれ、なんかアンダンテって聞いたことあるなと思ってちょっとね、いろいろ調べた時に、あ、そういう意味なんだと思って、なんかちょっとグッときたんですね。今日はありがとうございました。あ、今日はありがとうございました。熱いところ、まだね、始まってすいません、何も触れてもらって、何も触れてもらって、いろんなところに何があるみたいなものをちょっとどっから入り口からこう行きます。入り口からなんかもう勝手に私が思う感じだと、入った瞬間にこういう小物、こうアンティークの鍵とか
いろんな洋服だけじゃなくてこのライフスタイルを感じさせるものがあるじゃんで、もうなんだろう、あの斉藤さんとかオーナーの趣味とか自分のペースでやりたいっていうグルーヴが すごいんですよ。もう服だけじゃなくてこういう瓶とかなんかこう全体暮らしっていうかな、まさにこう歩く速度じゃないと見失っちゃうみたいな、そんな感じを受けますよ。これ糸とかボタンとかこれ見てください、これこの感じ、これ言ってること間違ってますか、ね、もう完全に合ってます。あ、完全に合ってます。なかなかちょっと生まれて初めてやったかもしれない。ゲッてましたね。これアンダンテ来たらみんなこうやってやるんです。これがアンダンテ、アンダンテ。はい、いやいやいや、はい、まあここら辺がそういうなんか小物系なんですかね。なんか斉藤さんの方からちょっとお話しいただけると、はいはい、はい、そうですね、もう適当でいいですよ。あ、真面目にやってもね、アニさんも真面目にやってもしょうがないですから。ちょっとあの自分の好きなあの何ですか、はい、あの最古っていうか、あの羊たちの沈黙の、あ、でもそんな感じがする。あの、はい、レクター、レクター最後あの犯人の家に入っていく時の世界観とかがすごく好きで、あ、まあ、自分は全然あのノーマルで全然最古じゃないんですけど、あ、まあ、そういうのでちょっと理科系が、それでこういう、なるほど、でもこれも向こうのもヨーロッパのものなのかな。そうですね、フランスとかドイツとかで。これは全部売り物なんでしょう、ね、売り物です、基本的に全部売り物です。いいっすね。こっちから行きますか、じゃあこちらへ、はい、これちょっとあの入り口にかけといて、かぶ前回とかぶらせちゃった方がいいかなと思って。かぶらせがどんどん、あ、かぶらせますか、入り口で。これなんか鉱物系が並んでるんです。モールスキンだ、そっちが。そうですね、モールスキン、まあワークの青と黒っていう感じですかね。結構大きめですね。でもこれそれでサイズ大きいですね。これって今のものあるじゃないですか、いわゆる、はい、現行のものと、はい、これはちょっと古いぐらいだと思うんですけど、ね、ちょっと古いぐらいなの、多分70年代とかそのぐらいじゃないかなと思うんですけど。この軍物があって47とかも結構あるんですよね。これひっくり返ってるのも47、ありがとうございます。あのマルタンマルジェラの、はい、アーティザナルの M47。 マルジェラが、47をいじって、はい、マルジェラが出したものがこれなんですか。さようです、はい、こっちでも見ていいですか。あ、もちろんです。これ初めて見た。あ、ね、マルジェラの、あ、本当だ。え、これはこの裏返しで履くっていうか、はい、裏返し仕様みたいに裏返しで履けるようにしてあるんですよね。すごいっすね、これ。ちょっと、いや、これいつものね、これね、俺、これあれどこ行った、あれどこ行った、あ、あったあったあった、書かれた。いやいや、これこれね、これシリーズです。これ何がすごいってまだ今ロケの日にまだ編集しててまだ見てないもこのシリーズだもんね、この。いや、いきなりですよ、このシリーズ、はい。これでもちょっと先代編、これ先代編な感じ。これ決めました。先代編いけますね、これで。あ、これマスタムネ高等。これはな、これ何なんですか、これ。これ先代でよくしてもらってるギャレットってお店の、はいはい、ここにプレゼントで送ってもらいました。へえ、すごいこれ。じゃあこれでちょっともう一回ちょっと。あ、やりますか、はい、取りづらかったから。これもこれなんですか、これ。これ普通の。これあのマジックアンドです。これは通常のやつ？これ通常のやつです。これヴィンテージじゃない？これもそうですよ。これホームセンターに来てるんですよ。味は出てますけど。カインズですね、カインズ。カインズ。これカインズ。カインズ。こっちの方がいいです。ちょっとやってみたけど、すっげー取りづらいですよ、ね。すごい。これいつ頃出てたものなんですか？90年代ので、これどうなってんの？裏返しで履くように再解釈して、いろいろテーパーさせたりいじったりしてるんですか？そうですね、裏返してポケットだけは入れられるようにあの口作って。あ、俺あの単純に47のパンツを裏返してショーで使っただけだと思ってました。こういう既製品があるって知らなかったです。アーティザナルのやつが。そうですね。へえ、これでも好きな人にはたまんないでしょ。これたまらないと思います。たまんないですよね、これ。まあ、自分もあのたまってないですもん。たまってない。たまってます。たまってないです。自分もたまってるんですか。もう、はい。だんだんいい感じになってくるじゃないですか。これも小さいのかな、結構。そうですね、サイズは一応 M 表記なんですけど、ウエストで80センチぐらいとかですかね。あ、面白いこれ、うん、それでここでこうかけるようにして、はい、でポケットは中から外 に手返してあのつけてるんですよね。あれ、ここついてねえのか、後期って。取ったのかな、ここね、当て布みたいなのあるんですけど、あ、でも後期だから、あれ前期にしかついてないのかな。で、こういうブランドのアイデンティティがこうあって。そうですね。へ、まだメンズラインとかがない頃だったので、まあ、あの白いタグ。これはだからもう普通の。そうですね、あ、やっぱ後期もありますね。これ後期か、はい、この2つがこう見れるって楽しくないですか。初めてですね。あと多分もう本当アーカイブとか
もう趣味で保管もう持っとくだけっていう人のじゃなくて市場に出回ったやつでは最上クラスに状態はいいんじゃないかなと思ってます、ね、へえ、これすげえなー。 ご自身も斉藤さんも持ってるんですかこれ。持ってないです。あ、持ってないです。じゃあもう溜まりまくりって感じですよね。溜まってますね。溜まってますよね。ちょっとはい、ちょっとそうですよね。放送される頃にはもしかしたら自分が生えちゃうかも。これでもいいっすね。ありがとうございます。さあ、まあ、自分に食いついちゃったところで、まあ、これもね、これもだから今後期47のパンツだとこれぐらいですかね。今それだけになっちゃって、まあ、相変わらずやっぱり人気がありますね。47のパンツも後期前期とか、あとはこの生地もすっごくいろんなバリエーションがあるんで楽しいですよ。 あとここだけ違ったりとか、うんうん、ちょっと茶色っぽいオリーブがあったり、あの青磁っぽいものがあったりとか、それもすごい楽しいですよ、うん。2つに分かれてればよかったのに、混ざってるやつもありますもんね。そうそう、スイールで2つ、1つボタンだから、それがやっぱヴィンテージの面白さっていうかね、うん、キリがないですね、あのワークジャケットと同じで。これこっちじゃなくて大丈夫ですか。悩んでるやつじゃなくて大丈夫ですか。これもう悩んでますよ。悩んでますこれ悩んでますよ。アニコーナーどこにしようか。どこがいいかな。ここにかけておきます。ここにかけておきます。この辺で大丈夫ですか。あ、そこら辺 T シャツが見えなくなってますからね、はい、じゃあこれはもう速攻ですね。あとこれもちゃんと後で決まってますけど、ぜひここまでがモールスキンですかね。サイズ表記って分かるんですかこれ。それがね、サイズ表記がなかったんですよね。ここになんかすげえちっちゃくとかあるときないですか。ありますね。で、触った瞬間ちぎれるみたいな。ありますね。これもいいっすね。それはどこか、モンサンミシェルかな。モンサンと、もう着てっちゃった方がいいかな。着てってもらっちゃった方が、ね、これもなんかこう瀬田さんとか結構タイトめに着るじゃないですか。あ、はい、だそれぞれのスタイルがありますよ、ね。だから正解はないんですよ、うんね、うん、今休んでなかった今、ね、正解はないですよね。正解はないですもん。だそれぞれのキャラクターと着こなしで着れるように。あ、これでも、あこれ4パチですね。これ多分4パチぐらいですかね。4パチ、これ4パチですね、うん、これ20年代、30年代、40年代ですね。これがもっとちっちゃくなると30なんですね。30って言われますね、はい。で20、これがないのもありますよね。ありますね、はい。これすげえ悩んでるんですよね俺。46の黒を着てるんですけど今、はい、ちっちゃめがいいのか大きめがいいのか自分でそれぞれのスタイルがあるって言いながら、はい、自問自答で悩む。これいいと思いますけどね。肩がちょうど大きくて、そう、これはだから大きめ、ね、だから両方ありなんですよ。白 T と同じなんですよ、うんうんうん、ジャストもいいけどちょっと大きめもいいみたいな。だからクレラコの3と4両方、俺234って3サイズ着てるんですけど、はい、うん、そういうややこしいことになるんですよ、ね、2はでも結構本当にジャストサイズ、ね、もう2は今となっちゃ10年ぐらい前に2全盛だったんですよ。でその前は最初4だったんですよ、うんうん、で結果3って気づきました。やっとやっと見えてきましたよ。これいいっすね、これ。これ、コーナーします。これいいな。これはあれですか。はい、コルビズ。コルちゃんですか、これ。コルちゃんです。兄ちゃん。兄ちゃん。兄ちゃんいいっすね。兄ちゃんいいですか。これが兄コーナーって言ってたけども、これ、兄ポイントみたいな。サイズいいっすね。いいですね。これかっこよくないですか、このミニタリーのタグ。これマルちゃん。これマルちゃん。これマルちゃんの。アンダーってシリーズで。ちょっとロード12章ぐらいまで行きますからね、これ。もう